静岡県浜松市に向かっております。浜名湖でしょうね。もう浜名湖名物を食べたいなと思っております。じゃああれぐらいしか浮かばねえけどな、ね、浜名湖で美味しいものといえば、ね、えあれですよね。浜どっちのドライブしよう。浜どっち東名高速道路関山寺スマートインターチェンジを降りておよそ25分のところにある浜名湖。全国有数の漁港舞坂漁港に水揚げされる旬の海鮮グルメを食べられるお店です。浜名湖名物といえばこちら。うわー、だろうな。このテリトリー大きさのいい、すごいね。ただね、初夏の浜名湖はねこっちなんだよ。出たいるか数えたら大変だからやめとこう。量多くないですか？これ増量パターンのやつ？増量ですね。すごい。400円プラスするとね、はい、増量してくれるんだって。そうなんですか？うわー、目が合うわ。うわー、でも美味しそう。卵。いくずしちゃった。どこをすくってもシラスが入ってきちゃう。うまい。真の鮮、新鮮。うわ、おいしそう。最高だよ。はい、うなぎの時間です。うなぎの時間です。で、一切れが結構ですよ。大きい。それ見て食べちゃおう。これ見ながらシラス丼食べる幸せ。え、新しい。浜名湖って美味しいものばっかり、ね、静岡県浜松市の浜名湖は東名高速道路関山寺スマートインターチェンジを降りておよそ25分です。